ミーの隠し撮りを舐めちゃったらいかんで。いつも楽屋とかでメンバーの隠し撮りしてブログにあげるがやけどよ、これが結構評判いいがって。いや、怒られる筋合いないろ。これはジャーナリズム長生き。それにしても気抜けた顔しちゅうね、ほんま。メンバーの写真やったら絶対ブログに載せるがやけど。そうや、携帯の壁紙にしちゃろう。